はい、カボス TV ゆうじです。今日も天気が悪くございます。草刈り日和でございます。家の周りをですね、もうボーボーでございましたので、先日ヘイマソーでとりあえず買ったんですけど、株元とか結構残ってます。でもあちこちがですねボーボーで、視聴者の皆様から、いろんなゲストハウスとか、いろんなところの草刈りのご依頼とかやってて、カボス畑の方がちょっと手薄になりますねっていうコメントもいただいててですね、本当そんな感じなんですけどね、カボスの方も少しずつ玉も大きくなってですね、今年はカボスが本当ないらしくてですね、郵便局でカボスのこう通販っていうか販売もしてるんですけど、もう早々とカボスがなくて販売中止になったみたいですね。それぐらいカボスがないらしいです。でもうちは、まだまだあります。あと今度福マルシェ、9月29日に福マルシェも行きますので、そこに持っていくのもあるんですけど、まだまだあると思います。はい、ということでカボスの周りの草刈り、ちょっと今日からカーカー君とカーコさんが久々にうるさいですね、今日は。カーカー君、カーコさん、カー太郎、3人いますね。ということで、ちょっとブトも多いな。今日天気の方は、一応雨は降らない予報なんですけど、草刈りやっていこうと思います。朝晩ね、もう寒くなりました。もう寒いです。もう空調服いらないぐらい寒いです。日中は暖かくなるとは思うんですけど、今はねもう寒いぐらいなので、彼岸花が咲いてくると本当寒くなってきますね。草刈り日和ですね。ちょっと前置き長くなりましたけど、草刈りやっていこうと思います。今日も相変わらずの草刈りでございます。最後までお付き合いよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。ちょっと彼うるさいよ。うるさい。静かにして、黙りません。はい、めっちゃうるさいな、カラス。めっちゃ鳴いてますね。まあいいか、なんか伝達があるんでしょ。はい、行けるところまで行きます。2時間ほど草刈りをやっていこうと思います。はい、こういうところね。はい、それではやっていきましょう。今日もナイロンコードでやっていきます。ガッツラクラクファンクション Z とトルネードの M2 でございます。じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。
株元とりあえず終わりましたけど、今年は紙切りが結構入ってるね。ちょっと紙切り処理しましょうかね。結構ね、おがくずが出てる。いや、やばいな。ちょっとそれやりましょう。はい、ちょ、こういうとこおがくずが出てますね。ちょ、何本かあったんですよね。カボスもぎっしりになってます。他どっかあったよな。あ、ここも出てるな。これも出てますね、うん、ちょっと処理しましょう。はい、じゃあ紙切り退治やってきます。一応こういうステンレスワイヤーを鍵型にこう折って、見えるかな。で、これ紙切りの幼虫を引っ張り出すっていう作戦ですけど、まあこれで無理なら紙切り幼虫のこれで退治していきます。スプレーね。よし、出てこないので、これをやっていきます。これは横に広がります、こう、三方向に。はい、じゃあ他のとこもやっていきます。これでいいか。溢れ出るぐらいに吹かないから、ちょっとわかんないな。はい、紙切り退治終わりましたので、あと周囲ですね。株元は終わったんで周囲の方買ってきます。はい、この上の段は終わりました。下の段に行きましょう。
ちょっとここの糊面はチップソーで刈りましょう。また次やりましょう。残りました。まあいいでしょう。はい、終わりました。ちょっと糊面が残りましたけど、また次回にします。綺麗になりましたね。今日は紙切り退治もしました。はい、今日の作業は終了します。天気になりましたね。カンカン照りになりました。いや暑いわ。空調服着ればよかったな。今日はこれで終了します。2段分終わりました。この後ろのところがまだあるので、まあぼちぼちやっていこうと思います。あとまた土地改良区に依頼されたところや、まあ他に依頼されたところが結構残ってますので、まあそこをやりながら自宅周辺もぼちぼちやっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。じゃ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。